ところで先生、はい、こういつなったらできるんですか。おっと、いつなったらできるんですか。だいぶ進んできた感じがしませんか。いや、父として進まん感じしかせんけど。え、そうだってほら、まあ、でも内装に色がついたな、うん、あ、エアコンついとる。エアコンついとるし、あっちもほらちゃんと壁を張ってあるんですよ、素晴らしく。え、予定ではもうそろそろできとるはずでなかった。まあ、今これ撮ってるのが2月の下旬ですが、はい、まあもうちょっとできとる予定ではありましたね。はい、ただまあちゃんと進んでます。はい、なので一応もうね、こうして、あ、エモい、エモい、もうエモい、エモいよ、似合う、似合います、はい、似合います。で、まあ壁は今からあのちょっとボコボコ埋めて今から塗装ですわ、はいはい、ね、で塗装が入りまして、まあ、ここがだからクイック整備ができる、はい、まあ、オイル交換だったりだとか、はい、まあ、その他クイックな作業はここでもう全部完結が、はいはい、下回り動画、下回り動画もここで全部撮れる、はい、しかも、うん、いつもだったらリフトをかけるのに、はい、野菜もっさいしなきゃいけないのが、これはもう4個いるので乗り込みや、乗り込みなんでも楽ちんですよ。もうどんなスーパーカーが来ても大丈夫よ。ええじゃないですか。で、一応ここには、はい、一応まあ二輪リフトが来る予定。あーはー、あ、二輪も触るんですか。オイル交換とかぐらいはクイック整備だけはします。はいはいはい、はい、まあ、ここがまあ2人用のリフトが来 て、はい、来て、なんでまあ一応だからちょっと天井上げて、天井にはね、はい、あれもあるんですね。で、こっから向こうぐらいは、はい、一応あの接客スペースというか、はいはい、みんなでワイワイスペースぐらいにしよう、みんなでワイワイしながら新車を売りつけていくスペースですね。新車を売ったりいろんなもので、なんでここはあ、これトイレですね。そこトイレですか。何度ね、何度大事、何度大事じゃんね、何度大事ですよ、もう何度ないとね、うん、ダメなんですよ、散らかるんでね。そう、どんぐらいあるの、何度結構あるで、お、めっちゃっていうほどではないな。でもここの何度に一応、はい、こういっぱい今からこれつけていくけ、ああ、なるほどね。でもうあの上まであの収納でちょっと使えるようにすると、あと、何やったっけ、こっちが、ここが IH、あ、ミニキッチンがつくんですか。と、ここ流し、はいはい、が来て、で、あ、上が収納やったな、確か。上、ここ収納になる。はい、この壁面収納がで、ほぼ全面来るんだろ。ここに冷蔵庫、はい、あの星だけの。おー、あ、テーブルタイプ。テーブルタイプのやつを下に仕込んで、はい、この辺ぐらいまでは多分テーブル、はい、なんか、料理とかをする人もいるでしょうって言って。で、これじゃないよ。で、ここから先が壁面収納。はいはいはい。いいですね。はい、もうそんな感じで出来上がる予定なんです。エモいですね。そうなんですよ。イケてる予定ですよ。うん、はい。イケてます、ね。で、まあ、ちょっとだけじゃあついでに公開、はい、ちなみにだけしてみましょうね。ここがまあそのスペースになります。で、まあ、ちょっと今作業してるので、まあ、中は入れませんが、ちら見せで。だいぶ進んできたのね。え、なんかおしゃ空間になっとるやろ。めっちゃおしゃれやん。そう、ちゃんとちゃんと部屋になったな。はい、ちゃんと部屋になりました。あの渡辺さんが住んどった部屋が、おう、渡辺さんクリス部屋がなんかあれやな。そうよ、ちょっともう上品になったやろ。もうあれですね、はい、親父禁止になりましたね。そうなんですよ。まあ、なんであの一応だけこっち側の方が、うん、まあ分離して、はい、あの民泊スペースとして活用する予定になっております、はい、で一応ここがだから電子キーをつけて、あ、はいはい、例 のほらこれ、あ、うちにもあるやつやな。そう、あのここにピッてタップしたら、うん、ニャニャーとかって言って、そうそうそう、ブイーンって開けれるようになってみたいな。だからこの辺にほらランを山やったらついてますね。はわしてあるでしょ、はい、あの一応曽田さんに教えてもらったオーダー通り、はい、はわしてございますので、なんでまあそんな感じで一応あの会員カードを持ってれば、うん、24出入りが自由っていう、素晴らしい。大丈夫ですか。わかんないです。やってみてから考えます。いかんかったらもうやめるんで。いかんかったら閉める。いかんかったら閉めるだけなんで。まあまあ、電子キーなんでね。はい、電子キーなんでね、まあ。自由自在に設定できる。はい、そうです。いかんかったら閉めるだけなんで。なんで、まあ一応そんな感じで、こっち側の方も進んでおりまして、はい、まあ、一応今のところ、まあ、多分4月1日からは、こっちである程度活動をしながら、ちょっとずつ物を移していって、はい、まあ、あのプレオープンというかをしていき、はい、まあ、ゴールデンウィークの時には
もう大々的に、大々的によ、大林モータース祭りが繰り広げられる、そう、大感謝祭みんなありがとう。だけど包みは現金で花とかみんなとりあえずあれやろ、新車1台注文入れてもらって、あの草とか花とかいらんけ、そう、あ確かに、うん、木もいらん、さっき言うときましょう、あの草とか花とかはちょっと木が一番困るんや、木とかもちょっとご遠慮していただいて、で、まあ、できればですよ、もう現金、もう現生、ね、現金もしくはあの引火性の液体がいいですね。あ、そうですね、はい、もう現金、あとは、まあ、もし現金をねいただけましたら、はい、もうどっかに掘りましょうか、名前でもゴリゴリっつってね。で、じゃあ、ね、石碑立てる、あっち側の、壁一面が予定ではなんですけど、はいはい、ブラックボード塗料で塗る予定なんですよ。おお、はい、いいや、なんでチョークでね、うん、かけますんで、アイアイ傘とか買い取ったりする、そう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 、あの日直って書いとこうか、日直、はい、今日の当番って書いとこう、今日の当番、委員長で、そう委員長、うん、天気な、そう天気なんで、もうそこに自分の名前を、あ、いるいる、書き込んで刻めますので、うん、その場合はその一本のチョークを何万円かで売りますんで、うん、たまに悪口とか書かれるからそうそうですね、はい、まあなんでまあそのまああっち側をね、だからそういうちょっと場所にちょっとできたらいいかなと思っていて、はい、まあいろんな計画をちょっと考えております、うん、お楽しみスペースですね、楽しみスペースよ、だからゴールデンウィークの時にはまあちょっとほんまにみんなでね寄って、で一応なんやゴールデンウィークやったら気候もよろしいでしょうから、そうです ね、はい、いろんなこともできるでしょうし、はい、はいはい、と思っておりますので、まあ、またね、もうちょっとしたら多分その辺が、うん、まあ、完成してくるのではないかなと、なるほど、思っておりますので、皆さん、乞うご期待でございますよ、宴せないかんな、宴や、もうあれやろ、え、お、何、オープン記念セールとかするの、車とか売るの、オープン記念セール、うん、するかな、せんの、するやろ、いや、俺毎回思うんやけど、オープン記念セールとかって言ってなんかセール勝利やんか、うん、でもさ、お金かけてそのお店とかその人は作っとるわけや、そう、逆に言ったらお金欲しいやん、じゃあお店の人、客寄せや、客寄せ、客寄せか、生卵を1パックプレゼントで、あった、あれと一緒や、あ、じゃあ俺も生卵用意しようみんな持って帰るん、困る嫌がらせ、そしたら逆に、あ、もう、あ、大丈夫です、ありがとうございますって言うかもしれんや、ほら、なるほど、だからもう生卵用意しとった方がいいかもしれないし、だけ一応今計画中ですが、一応4月からは、うん、運用できるように、まあ多分まだ4月の時点ではテキストベースになるやろうけど、はい、ウェブページの方も今作成中でございます、はい、おで細かい情報とかはそちらで更新はしていけるようにしようと思うし、ああで、まあ、あとはサブスクパックとかも作ってるんで、今サブスクパックですか、ってあれやろ、そうだ、カードキーあれいろいろ登録できるんやろ、できるやろ、なけん1年間出入り自由の権利とかを付与したカードキーを送ってあげるよみたいな、なるほどね、とか、まあ、それはやりやすいよね、そうそう、とかもやれるし、うん、利用権、ね、そう、あとは、うん、なんていうの、ノベルティとか作って、うん、1年更新の会員を募集する気、うん、だから一応な、その今考えたのはうちの、ウェブショップの方の、うん、まあ、全品目ではないけど、まあ、ほとんどの品目を、うん、まあ、20% レスで買えるような会員権とかな、めっちゃお得やん、そうなんや、でも会員権が年間100万ぐらいあるよ100万ぐらいもらうのそれ合わんで、だけどそれはもうパーケンと一緒パーケンと一緒やけ、あ、まあ、買ってくれる人はおるはずなんですよ、はい、征夷大将軍、ね、そう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 、なんでまあそんな感じでね、まあ皆さんでこうなんかいろいろ遊べるやつを、はい、まあ、ちょっと今考えておりますので、僕その会員権使い回したら、え、でパーケンを使い回さる、ちゃうやって、今いっぱい調べようやって、うん、多分だってあれやろ、会員誰が入ったか分かるやろ、あれやろ、分かる、そうやろ、分かるし、うん、入った時に顔写真が録画される、うん、うわほらほらで、あれやろ、そこが悪かったらその会員カード停止できるの、うん、そう、いいやん、めっちゃ携帯から停止できる、いいやん、めっちゃそれで、うん、そうなんやって、だけどもうそんなんとかも考えとるけど、そうですね、ほら楽しいよこれほんまにそうね、はい、なんで、まあ、いよいよ
オープンというか話が進んできましたので、なるほど、ということでね、まあそこはまあブラックボードインキで塗ってみんなにね、あのチョーク1本を数万円で売りつけるっていうね商売をしていこうかと思いますんでそのチョークを買わんと落書きできない、そういうことよ、自分の名前を刻みたかったらこの1本数万円のチョークを買いなさい。その横で俺あの石筆うろ、ここのアスファルトに落書きしたいと石筆懐かしいやろそうやな、そうだよ、でほらなんかよくあるやん、あの面接、うんこって、うんこ、面接の試験とかでね、うん、あのこのボールペンを私にあのなんか1万円で売りなさいみたいなやつが、うん、あれやん、はいはい、あれあれ、あ、俺はこのチョークをみんなに数万円で売る、うん、それを心っていうやつにしていこうと思うけどほんまに、ね、まあでも多分 ね、 ね、あの皆さんね昭和のおじさんたちばっかりなんで、うん、まず最初に書かれるのはうんこやと思いますそうですね、はい、まあ、ということでね、まあ、今そんな感じでこちらの方進んでおりますので、はい、まあ、まだね、もうちょっと進んできたり、あのいろんな目処がついたらまた報告していこうと思います。はい、はい、それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル。ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。